さあ、チャンピオンズミーティングサジタリウス杯グレードリーグ決勝ラウンドをやっていきます。残念ながら A に行くことは叶いませんでしたが、 B での優勝を狙ってうちの馬娘たちに頑張ってもらいます。それでは、今回出走する3名をご紹介。まず1人目はこの子、マンハッタンカフェ。3人の中で一番勝率が良くてですね、今回のチャンミのエースを張ってもらっております。スキル構成はこんな感じです。肝はなんといっても固有スキルでしょうね。中盤で発動して最大効果を発揮してくれることを祈ります。2人目はこの子、ゴールドシップ。ライブラ杯でも走ってもらったゴルシですね。まだまだ現役で走ってもらいます。スキル構成はこんな感じです。スタミナに関しては問題ないと思いますが、スピードに何割といったところですね。前を下がれずに駆け抜けられれば1着狙えると思います。そして3人目はこの子、タマモクロス。記念出走のつもりで出したんですけれども、意外や意外、1着を取ってきてくれる大穴枠ですね。スキル構成はこんな感じです。チャンミ用の育成ではなかったので中距離スキルが3つついております。勝ちパターンとしては、向こう正面に入ってゴルシのスキルを発動して、そこから固有スキルを発動、そこから直線一気までつながるととんでもない伸びを見せてくれます。ただこの3つのうち1つでも発動しないとたちまち着外に落ちてしまうので、上振れて初めて勝負できるタイプですね。まさに大穴です。今回3人の誰もが1着を取れるポテンシャルを秘めております。それではパドックの方へ行きましょう。はい、パドックを来たんですけれども、バケモンがおりますね。キョローさんのタマモクロス、とんでもない仕上がりです。スキルも申し分ないですね。で、直近の成績を見てみると、もう1着、しかも勝率 80%、 副勝率に至って9割超え。これ勝てるかちょっと分かんないですね。全部1着取ってきてるんで、直近の試合で一体どうなるんでしょうか。一番のライバルがこのタマモクロスになりそうですね。マグネスタキオンの仕上がりも見事なもんですね。うわ、とんでもねえな、この人絶対 A いけたっしょこれ。A の決勝、これでも届かないんだとしたら相当とんでもないとこだね。相手にとって予測なしです。それではレースの方参りましょう。走り抜いてきた馬娘たちの最後の舞台、サジタリウス杯決勝。さあ、一番人気の紹介です。秋の三冠馬娘、2番タマモクロス、2番人気を紹介しましょう。グランプリ馬娘、ライスシャワー、注目のグランプリ馬娘、5番マンハッタンカフェ、5枠5番での出走。さあ、マンハッタンカフェ、うちのマンハッタンカフェは9番人気、1番人気が下、大番クラスを見せてほしいね。いってらっしゃい。まず1匹狼が何人かいたんだけど、お互いに潰し合ってくれたおかげでそこは大丈夫そう。うちのところが158だったかな。でカフェが5番、ゴルシが1番だったかな。さて、このアグネスタキオンが S ランクの方だったな。結構前誰もいないからスタミナロスは少なくいけそうで、あとは1なんだよね。この時点で、マンハッタンカフェ外側にいるから、これを維持できれば結構強い。うち寄らないで。さあ、続いてアグネスタキオン続く。で、ここでゴルシと、カフェの位置はいい、悪くない。あとはゴルシと、タマモクロス、ちょっとこの位置は厳しいかな。さあ、ここでマエストロとプロフェッサーのオンパレード、後方待機発動していく。カフェの位置はいい、カフェの位置は OK で、タマモクロスもいい感じの位置にはいる。だがしかし、さあ来た、ゴルシは発動できたが、タマモクロスちょっと厳しそう。これはここでマンハッタンカフェのスキルが発動できたらいいんだけど、来ないか。でもなんか他のメンツも発動してねえな。これはありえるか。このままだとゴルシと、そうだな、タマモクロス上がれなさそう。これはカフェにかかってる。最後カフェにかかってるがどうだ。
最初コーナー上がってきた。カフィ1番入ってる。白いうーわでもどうだ。いやダメだー、くそマジか、発動しなかったー。あなたを追いかけてが発動してたらこれいけてたんじゃない。影を捉えました。うーわ悔しい、マジか。くっそはい、ということで残念ながら2位に終わってしまって優勝ならずでした。うわマジでね、カフェのスキル確か発動してなかった気がするんだよね。直線せめて最終直線でも発動していればワンチャンあったと思うんだけど、いや悔しい、これはめちゃくちゃ悔しいですね。はい、ということで、では報酬獲得して終わりたいと思います。あー報酬目くそそれでは、ご視聴ありがとうございました。次の動画または配信でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。